青森山田に高校サッカー見てていいなと思って、うん、でもプロ行かないからどっか取らないんだっていうふうにツイートして、はい、めちゃくちゃ大悟さんにあの相談乗ってもらってて、うん、なんかちょっと心が保てたというか、結局は関西大学は勉強が一番大事っていう、うん、あれだったんで、そこはもう、まあ、練習は一応行くんですけど、うん、20分だけやって、なんなんすか。大悟さん、田中ひろむくんどう思う？あれですね、ひろむくん地元が僕一緒なんで。あ、そうなんですか。そっか。はい、昨日も一緒にサッカーして、あいつも一緒にトレーニングやったりしてた。あ、ほんとすか。うん、今回は僕です。いや、札幌で。あー、ちょっと見たいな、お前プレー。ないの、なんか今年のムービーみたいな探してみます。何でしょう。代理人の人が。あー、あるよ。サッカーどこ代理人。ジェブって言うんです。あ、一緒一緒。え、あ、一緒一緒。あの、最初一緒。あ、そうっすね。大悟さんいたみたいな。ちょうど僕が大学辞めて、うん、次の年にその時契約する前に、うん、一番試合で前だけど、ね、ええー、そうなんすね。一番最初に若い時に声かけてもらって。あ、そうっすね。左利きだっけ。左利きです。今のも忘れてんだよ俺。ちょっと得意の。得意ではないですけど、スポーツさんとかにも武器にしろってのをずっと言われてたんで、練習してやってこれが打てた。攻撃というよりは守備良くなりたいなって思って、駆け引きでボール取りたいなって。大悟さんが多分得意な駆け引き。まあ守備はそんなに言えたあれじゃないけど、まあ、駆け引きは好きだからね。結構あの人に取ってもらうっていうか、あ、自分はもう制限がちょっとちょっかい出してもこっち行けないよみたいな。守備ね。結構でもそういうの得意な人がいっぱいいるじゃん。そうっすね。今群馬に細谷はじめさんもいるんで。ああ、どうなんすか。守備はもううまい。めっちゃうまいっすね。やっぱ走れんのかな。走れるっすね、全然。あ、そう。じゃあ教えてもらえばいいかな。あ、結構もう守備ですね。見て今ミスだけど。あ、これミスました。でもミスをミスじゃないのに変えるっていうのもめっちゃ大事で、イニエスタとかめっちゃそういうのうまくて。あ、そうですか。タッチポンって浮いたりするとか、そしたらその浮いたのを利用して相手かわしてるんですよ。だからチョンって上げてターンしたりしてるじゃないですか。あれミスの時も絶対あるんだよ、ワンタッチ目。あ、そういう瞬間にもう変えるっていう能力だとか、あれも誘ってんのかなと思ってます。そういうのもあるでしょ。やっぱすごい一緒にやっててめっちゃ楽しいですか。楽しいとはまた違うかもな。なんかレベルはちょっと違ったのかもしれない。自分よりも高いから。もうちょっと近くでプレイできたらそれも変わったかもしれない。2人でこうちゃんとできるぐらい。West 群馬は何位だったの。11位って。うん、プレーオフももう少しって感じなんですけど、勝ち点的には。そう、まだまだ今年勝負する勝負する。マクドナルドのパフェとかマクドナルドのみんな見てください。まあ、さっきはどちらでなんかチームで、その中でもさ、うまい人あるじゃん、その感覚的な。うまい人はでもいますね、全然。夏までいたダークラボとかっていうの苦手っちゃったんですけど、めちゃくちゃ、ハジさんとかやっぱ、趣味で。ああ、そんなもうボール取れるんだみたいな、うん、やっぱ練習とかで取られる、取られます。取るっていうよりは、狩るっていう、まあ、肉なんてやっぱ、その腕とかに行くのも、ハジさんって、怪我させるぐらい。でも、まあ、まあ、それはまあ、そのぐらいの気持ちが、ハジさんの。そういうの俺もないわ。でも、ファウル気味って、ファウルしちゃったらごめんっていうぐらいが。うん、あれはなんか思う。よくボール取る人見てたらやっぱ半分変わる。審判にやっても格好つくよね。まあ手の使い方、はい、あんまできないかもな俺も。やっぱり離れない。スマートにやっちゃうから。あ、そうですね。思ってた。一瞬で奪ってる感じだもん。なんか多分ちゃんと奪える時しか奪えるんじゃないからな。ああ、自分でもここだと思ったら。よく相手がミスった瞬間から。相手がいい状態の時は多分自分から仕掛けると思う。あ、サイドバックだったら、サイドバック速い選手だったら、仕掛けるとやっぱり行かれるから。まさかボール探してくる選手だったら。センターバックってどうしたの。なんかの、サイトでフォーメーションでいるじゃないですか。大悟さん真ん中にいるんで、まさかと思って。あ、でも、ボランチでもセンターの位置に下がったりするから。あ、それもあるかもしれないけど、センターもやったんで。確かに。それとか試合もイントラ結構集まる、うん、チームの。いや、大阪の時に知り合った、うん、トレーナーの方にもずっと見てもらって。どういうクリーンとか結構あります。あ、そう、これはいいと思うよ。ベースマッチ
あの全部は上げてないんですけど、うん、ここまでなんですけど、はい、あれがいつも45ぐらいで、スナッチで60とかやって、え、本当ですか？スナッチで60って結構やばくないですか？結構やばい。できる人いないですよね。でも1年も経たずにできるなって。そうなんですか。もともと力は強いかもしれないけど、クリーンだったらもう全然なんか80以上で、めちゃくちゃ調子いいとかって思ったら、めちゃくちゃ動きやすくなるっすね。最初は何キロぐらいやったの？30ですか。毎日やってるの？毎日やってたんですか。練習前に30とか40を10回ぐらい上げてから。練習前って結構あれですか、入れたりしますか？基本的に緊張だから全部練習。あ、練習前ですか。っていうか最後はやっぱサッカーの時にしないから。ああ、オフシーズンとかもトレーニングするじゃないですか。やっぱあれ筋トレしてから。でもオフシーズンは筋トレだけとかもあるけど。ああ、はい。でも午前午後とかやるんだったら午後はサッカーの経営するとか。ああ、さっきのエナの時とかもそうだね。見ました。どうか今年からそれやってみようかなって。そう、続けるのが大事だと思うから。はい、そんななんか筋肉にめっちゃきついってなるほどやるんで、全然強くなる。はい、それはもう何年も、ね、もうでも3ヶ月ぐらいやったらもうちょっとずつ上げる、重り上げるか回数増やすかでちょっとずつこう上げる。スナッチもある技術だからさ、最初30キロできなくて、うん、これクリーン、はい、クリーンを、うん、でもベンチプレスとかってみんな80いい人もいるじゃないですか、うん、ここまでしかなくなってる。腕でやってるでしょ。あ、そうっす。ここ当ててる今もう当ててないです。あれって別に綺麗にこうやって上がるんじゃなくて、上げるんじゃなくてここに上がればいいから。ああ、ここに上がるのに一番自分がやりやすいのをこうやっていく。ああ、反動全然使ってもいい。バン、この反動で。ああ、バン、うん、感じた。ちょっとやってみます。うん、West ケアとかもあるんですか？めちゃくちゃ考えてやったり。いや、それはもう自分が考えるっていうのはすごい人に会いに行って、その人に任せる。あ、そこのアンテナは結構立ててるんですよ。あ、自分に合ったの。いいよって言われたら一回行ってみて。あ、だからトレーニングもそうだけど、同じことずっと続けられないのが結構だ。だから結構トレーニングも変えちゃうし、治療も。今はどういう治療をしてるんですか？針が上手い人とかもまた別に。ああ、ここめっちゃ針気になってる。針はめっちゃ効く。上手い人やったら。あ、そうなんですか、ね。うん、めっちゃ疲れたなと思ったら針打ったりするんですか？疲れたなって時は、まあ、でもその時の気分。あ、体が何を求めるかっていうかなみたいな。でも一番いいのはなんか好きなことやる。治療とかやれば、俺だったら釣りするとか。あ、そういうのが一番なんかいい気がするけど。神戸の時とか、天皇杯決勝の前に、あ、その時行ってた治療を全部行ってこうと思って、あ、福島行ったし、沖縄日帰りで行ったり。沖縄もっと沖縄もなんか面白いおじいちゃん見て、あ、午前中終わって、あ、日帰りそこから行ってないし空港着いてその治療の場所行って、はい、終わったらそのまま空港にタクシー帰ってそのまま帰って